キンプリファン必見。カイトレン、エムステでの予想外のスーツ姿に驚きと感動が止まらない。エムステでのキンプリの驚愕パフォーマンス。カイトレンが新たな可能性を開拓エムステのステージはまるでキンプリの熱狂的なファンが夢見る楽園のようでした。カイトくんのダンス、やっぱりかっこいいですよね。彼がステージで踊る姿はまるで彼自身が楽しんでいるかのように見えます。 その笑顔から溢れる楽しさがファンたちの心をつかんで話しません。ヤスくんの歌い方に加えたアレンジも素晴らしかったですね。彼の黒髪前髪姿はやはり最高です。そして二人が一緒に歌い踊る姿はまさにファンの心を奪う可愛らしさでした。披露が終わった瞬間、ヤスくんの表情を見て手でポンってする姿が本当に愛惜しかったですね。彼らの幸せそうな表情からは 達成感が溢れていたことが伝わってきました。その日は何と言っても、キンプリが3曲も歌ってくれるという贅沢な夜でした。彼らのパフォーマンスを見ていると、まるでエムステの古い雰囲気が戻ってきたかのような感じがしました。彼らのパフォーマンスは、まさにバチボコにかっこよかったです。今日は、エムステでのキンプリのパフォーマンスについて語りたいと思います。海ちゃんとヤスくんのダンスは、やっぱりかっこいいですよね。 彼らがステージで楽しそうに踊っている姿を見ると、自然と私たちも楽しい気分になりますね。海ちゃんとヤスくんのパフォーマンスを見ていると、彼らが楽しんでいる様子が伝わってきます。今回のエムステでのパフォーマンスはいつもとは少し違ったアレンジが加えられているようでしたね。特にヤスくんの歌い方には新しいアレンジが加えられているようで、ファンからは絶賛の声が上がっています。 ヤスくんの黒髪前髪スタイルもファンにとってはたまらない魅力ですね。セットや衣装も可愛らしくて、海ちゃんとヤスくんがとても可愛らしく見えました。彼らの楽しそうな姿を見ていると、自然とこちらまで笑顔になってしまいますね。特に海ちゃんが披露終わった後に手でポンとする姿は、ファンにとってはたまらない瞬間のようです。そして、3曲も歌わせていただけるという贅沢な時間も嬉しいですね。 このような新鮮なパフォーマンスを見ると、ファンとしては本当に幸せな気持ちになります。エムステの雰囲気も昔のような良い感じに戻ってきているようで、ファンにとってはとても嬉しいことですね。海ちゃんとヤスくんのパフォーマンスは本当にかっこよくて、ファンを魅了しました。彼らのビジュアルやパフォーマンスは本当に最高で、ファンの間で大きな話題になっています。 特に、ヤス君のくんのクルクルパーマとメガネのスタイルは、ファンにとってはたまらない魅力ですね。今回のパフォーマンスを見ていると、海ちゃんとヤスくんの完璧なパフォーマンスに感動します。彼らのセットやパフォーマンスは本当に素晴らしく、ファンとしてはただただ感動するばかりです。彼らのパフォーマンスを見ていると、他の推しにはなかなか乗り換えられないほど魅力的ですね。しかし、一つだけ気になることがあります。 海ちゃんがスーツで踊る姿は、やはりあまり想像できないですよね。彼のビジュアルもパフォーマンスも本当に最高でしたが、スーツでのパフォーマンスは少し想像が難しいですね。金プリのファンたちが大興奮の一夜を過ごした、あの暑い夜を覚えていますかそう、あの最高のエムステでのパフォーマンスのことです。カイトくんとヤスくんがまた一度、ファンの心をつかんで話さない素晴らしいステージを披露してくれました。 あの夜、エムステの舞台は、まるでキンプリの熱狂的なファンが夢見る楽園のようでした。カイトくんのダンス、やっぱりかっこいいですよね。彼がステージで踊る姿は、まるで彼自身が楽しんでいるかのように見えます。その笑顔から溢れる楽しさが、ファンたちの心を掴んで話しません。ヤスくんの歌い方に加えたアレンジも、素晴らしかったですね。彼の黒髪前髪姿は、やはり最高です。 そして、二人が一緒に歌い踊る姿は、まさにファンの心を奪う可愛らしさでした。披露が終わった瞬間、ヤくんの表情を見て、手でポンってする姿が本当に愛惜しかったですね。彼らの幸せそうな表情からは、達成感が溢れていたことが伝わってきました。その日は何と言っても、金プリが3曲も歌ってくれるという贅沢な夜でした。彼らのパフォーマンスを見ていると、 まるでエムステの古い雰囲気が戻ってきたかのような感じがしました。彼らのパフォーマンスはまさにバチボコにかっこよかったです。しかし、一つ疑問が浮かんできます。カイトさんがスーツで踊らされたらあかんのでしょうかそんなことを考えると、ますます彼の魅力が際立ちますね。彼のかっこよさは本当に一級品です。そして、セットやビジュアルも最高でした。 彼らのパフォーマンスは、つま先からセットの端っこまで完璧でした。この素晴らしいパフォーマンスを見ていると、他の推しアーティストがいなくなりそうなくらいです。ファンの心をつかんで離さないキンプリのパフォーマンスに、まだまだ期待が膨らみますね。彼らの今後の活躍が、ますます楽しみです。では、次の舞台も待ち遠しくて、仕方がないですね。キンプリのファンの皆さん、あの暑い夜を覚えていますか そう、あの素晴らしいエムステでのパフォーマンスのことです。カイトくんとヤスくんが再び、ファンの心をつかんで話さない魅力的なステージを披露してくれました。あの夜、エムステのステージはまるでキンプリの熱狂的なファンが夢見る楽園のようでした。カイトくんのダンス、やっぱりかっこいいですよね。彼がステージで踊る姿は、まるで彼自身が楽しんでいるかのように見えます。その笑顔から溢れる楽しさが、 ファンたちの心を掴んで話しません。ヤスくんの歌い方に加えたアレンジも素晴らしかったですね。彼の黒髪前髪姿はやはり最高です。そして二人が一緒に歌い踊る姿はまさにファンの心を奪う可愛らしさでした。披露が終わった瞬間、ヤスくんの表情を見て手でポンってする姿が本当に愛惜しかったですね。彼らの幸せそうな表情からは 達成感が溢れていたことが伝わってきました。その日は何と言っても、キンプリが3曲も歌ってくれるという贅沢な夜でした。彼らのパフォーマンスを見ていると、まるでエムステの古い雰囲気が戻ってきたかのような感じがしました。彼らのパフォーマンスは、まさにバチボコにかっこよかったです。しかし、一つ疑問が浮かんできます。カイトさんがスーツで踊らされたら、あかんのでしょうか そんなことを考えると、ますます彼の魅力が際立ちますね。彼のかっこよさは、本当に一級品です。そして、セットやビジュアルも最高でした。彼らのパフォーマンスは、つま先からセットの端っこまで完璧でした。この素晴らしいパフォーマンスを見ていると、他の推しアーティストがいなくなりそうなくらいです。ファンの心をつかんで話さない金プリのパフォーマンスに、まだまだ期待が膨らみますね。 彼らの今後の活躍がますます楽しみです。では、次の舞台も待ち遠しくて仕方がないですね。しかし、もし気になることがあればどうですかカイトさんとカドさんがスーツで踊ったらどんな雰囲気になるのでしょうかそれとも、彼らの新たなチャレンジに期待するばかりですか一緒に考えてみませんか最後に、今回のパフォーマンスは本当に素晴らしかったですね。 海ちゃんとやすくんの楽しそうな姿を見ていると、こちらまで幸せな気持ちになります。今後も彼らの活動に期待したいですね。それでは、キンプリファンの皆さん、次回のパフォーマンスも楽しみにしていましょう。